皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もゴースト・オブ・ツーシマディレクターズカット遊んでいきましょう。さあ前回はストーリー DLC 息のターン、これに突入でですね、実際にこの息の島、ここにやってきました。で今回やっぱりメインクエストかな。これが次のメインクエスト、大鷹の指声で詳細。15年前に武士生が息を攻めた折、父上が建てた栄砦、今大鷹族に抗う者にとっての逃げ場となっているかもしれん。そこで味方が見つかるだろうかというもので、これそっか、息の島で評判が悪いのを多分このせいか攻め入ったんだ15年前に。まあなので志村とかね、栄家っていうのは評判が悪いと。でまず馬呼んで志村さん、そうね、人気投票でも人気なかったもんな。皆さん見たかな、人気投票。1位は狐でした。1位狐ってありなのと思ったけど。で、志村さん。彼確か11位だったっけ？コトゥンハーンのちょっと上。これで。この上か。まあ、なかなか志村さん好きって方は珍しいよね。ちょこれできるじゃん、ここ。うーわ、ちょい心の準備。あそこの二人厄介だな。さあ人質がいる。くっそ、うーわ、これ、え、これどうなってんのこの数。で、ちょっと一発がでかすぎるから、それ。ここはくないだな。よし。そう、よし。肩変えて、さばいていく。ただ、この先なんだ。境取りで。普通に敵います。これもそうね、占拠されてるわ。これはどう攻めるか。一旦やっぱりそいつかな。これはしっかり。よし、境砦であの時のままだ。だがもうこの手に落ちたか。待ってね、もう一人。そこに、あいつは、あ、これまずいな、ちょっと見られてる。まあ多分そこのこれフックを使うのかな。これ使ってあっちに行けと。うわ、待って、ここ怖い。こっからこう行って、よし。さあこれでデビルトリが回収完了です。3人は絶対やっていけるとなると、裁くべきはどいつか。下のそいつ、ちょっと待ってね、このこいつ1匹やっとくか。で上から1人やっとく。1人行きたいんだけど、いや、こっち来るか。ここから行ける。押してからのデビルトリガー。よし、あっち行けっつって。じゃああっち行くか。上に一人いるかな。どっちかというとこいつかな。よし、で縦の人、なんか縦プラス双剣って感じか。これがちょっと厄介ね。よし、さあどうかな。これで全員かな。いや、全然違うわ。そっちの奥か。さらに、まあ、そうだよね、これでだって
ここだけで砦で終わりじゃないもんな、さすがに。こっからさらに続きがある。やっぱりまず、高台かな、そこね。あー、ただくそ。この格子がないや。これちょっと待ってね、すいません。矢落っこってないかな。ここら辺に矢はないか。本編割とあったんだけど、今回は鉄ハウ。隙間を通る。これ別ルート。え、矢の何備蓄ないの？この上とかないかな？ないね。これ困ったな。油持てません。矢のストックがない。これどうしよう。半球あるんだけど多分死なないっしょ。まずい。そこの右か、さらに。ちょっと待ってね。間違えた。普通に間違えた、今。あー、来た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 。ただ、印刷。よし。こっから、そう、そこのやつなんだよな。あれどうしようかな。破裂矢。これ確か火力弱かったはず。火の矢。火の矢か。まあ、普通に矢でいくか。距離がね、こんなもん。よし。まず一匹と、奥の人。さらに、三体。ここら辺からいけるか。よし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 。当たったよね。やっぱり、びっくりした。ちょっと、ラグあった。カブトつけてると、殺せません。一発で。あっちのはぐれかな。はぐれ猛攻、あっち行きたい。ここのね、そこの中だな。ああ、ただ、これは、まずまず、壁かと思って今の、そっち。意外と来ないんか。下は無理か。となったらですね、鈴かな、これを使っていく。そこの、奥の方に鈴をほら、ポイッと。これで、なんだっつってそう。あんまり動画で使ったことないね、鈴。いいサンプルになったわ。よいしょ。あと2人やれば、デビルトリガー。ただ、こっからのこの2人はちょっと、難儀だな。これなんか見られてない？大丈夫？そこの手前のコイン。いや、これ見られてんな。この高さでこれダメか。あ、そう。これ、バンシだからかな。となったらそうね。さっきもらった鉄ハウか。こいつを、バッコンしよう。で、あ、今連殺できたな。クソ。すいません、まあ。とりあえず、トリガー。で、これで終わりかな。よし。や、矢をくれ、矢を。どっかに矢ないかな。あれ、ここら辺、しけてんな。マジか。これ結構あるんだよ。こういうとことかに。で、玉鋼。これ玉鋼ではありません。玉鋼。確か本編ではなんか、玉鋼って呼んでた。玉鋼ですね。武士なし。行くぞ。これ強制一騎打ち。これね、むずいんだよな。え、なに？お侍ゴルゲデッドした。
お前が太田か。対馬に送った石膏を全て切ったぞ。古典藩は死んだ。あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。くだれ、命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。義務でない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ、己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。ユナ、来るなと言ったはず。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大田家族の蝶に飲まされたようだ、毒を。あいつらが戻る前に薬師を探そう。太刀はどこへやった？近くを探してみなよ。大鷹と猛虎兵はどこだ？さっき外に火をつけたんだ。あいつら調べに出た。さあ、さっきのが大鷹さんか。女性なんだ。女性のおばちゃんね。で、なんていうかな、幻術師。さて、行くぞ。変な薬を飲まされました。多分植物由来の幻覚物質で、まあ、それによって人の精神を破壊してくると。鉄は持てません。これ矢ないっけ？こんなないっけ？矢が欲しいぞ。困ったな。ユナちゃん持ってない？矢。この金片。年も過ぎたが、境取りでは無事であった。父が建てた。花もある。ないか。とりあえず行こうか。今んとこの仲間、ユナだけかな。そりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね。どうであろうな。知らん。味方はいないってことか。ああ、酒井家への恨みも深い。助けを得るのは難しいが。お父上のおかげ。ね、まあ皮肉だよね。石川先生いないかな。この門開けるよ。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらん。石川先生にさえ。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。こっち。ここは敵は大丈夫ね。この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。
先に行って。父親を不意に失って、その辛さ抱えきれた。時に辛く思う。あ、これ拷問か。ほら、日本人のこういう風に自由奪ってね。さっきのあの拘束具の、なんていうかな、エンブレム？あれが大鷹か。鷹のエンブレム。この中も人はいないか。崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたの。お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。己、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らのものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。これが精神世界。父をなくし魂がさまよっておる。しかも少年期の。この穴かな。いやでもこの攻撃やだね。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれんか弱い。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。これだってどんな屈強な戦士もね、やっぱ精神病んだら崩壊しちゃうもんな。メンタル。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして怪我されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。お待ちを、父上。やめろ、トラウマをえぐるんじゃない。してやられた。全て賊どもの計略。我が家が討たれる。父上、死なせた。違う。お前は死ぬのが衆生のためだ。父上。
生きてるか。大鷹は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ、答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。露の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って、大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大鷹が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。さりとて気は確かなのか。そんなやつ初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ、おそらくは。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる。一月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。大鷹を退けよう。侍が賊を助けるって。大鷹を倒すためだ。名を言え。陣、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ、槍川の陣殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。気を休めてから天蔵に会おう。さあまずは一旦気を休めてから天蔵に会う。あれ、天蔵って言うんだね。初めて見た。名前に点がついてる人。で、次は海賊の帰還。手を借りられそうな男を天蔵と行き合い、海賊の隠れ家へ連れることを承諾させた。かつてから武士と相反している海賊の一味だが、大鷹族に息を蹂躙されつつある今は争っている時ではない。これで大鷹との戦に加われるはずだ。つまり海賊の手を借りる形かな。で、ここに行く。これそうだね。ここに、あ、そっか。移動ができないんだ。なるほど。となったらば、一旦、ここ行ってから、こっちかな。大鷹族から息を守らねば。誰か、矢をくれ。物資ばかり。矢がないぞ。あ、ここすごいね、ほら。来い、風。何の花かわかんないけども。行くとせも父の死から。あ、ただ幻覚か。またしても逃げるとあらば、幻影は膨らむ一方。己一人で父の死と向き合えるのか。知恵を貸してやるぞ。魂を常闇に沈めたくはなかろう。幻、まだ聞こえるか。この感じでファークライ5か。あれ思い出す。幻覚攻撃。ちょっと待って、片山の位置。これ拠点ね。一旦どうしようかな。ちょっと、スルーしようか。いや、これでかいわ。あ、ちょっと待って。ここに、あ、そうそう、あー、くそ、つかかった。木につかかった。これは素通りしたいな。できれば。ここめちゃくちゃ広くない？
この近辺、マップなんかないかな。特になし。で、この先ですね。ここに何かある。ここは戦場だった。思い出したくもないな。ジン、怪我はないか。これで勝ったと言えるのか。さあ、父君のところへ。思い出す。これ過去の記憶か。回想なんだね。これ新要素。私は喜び勇むべきでしょうか。勝ったとて勇む道理はないぞ。これ多分政子の血統かな。足立さん、ここのこの葉っぱの質感すごいね。この量、あの者どもは戦の作法すら知らぬ百姓。黙れ。わしはこやつと話してまいる。足立殿、皆に飯を、酒も振る舞え。こっちだ。父上、この戦は。あやつらは海賊をかくまった。だから村の者を全て殺したのですか。いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。これ処刑か。私が切ったのは。お前が切ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに。父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。顔を上げろ。お前は戦士だ。父上が生きていればクロードを認めただろうか。はい、という回想でした。これもいいね。本編ではなかなかね、そういったシーンがなかったから、お父さんとの記憶。ただこれどこ、これ先にとかで、こっからさらに 500m で、その前にこっち、そこになんかある。これも行っとこうか。そう、やっぱりね、結局最後はなんか人対人になるんだよな。最近ほら新型コロナでさ、世界もねえ、てんやわんやしてるけど、ウイルス対人っていう構図が根底というかさ、基本なんだけど、なんかいつの間にか人対人になってるっていう。これはなんだろう、調べる。いつでも足立家を頼られよ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。足立家はもう終わりだ。必死に助けようとしたが。政子殿、恩義の咎ではない。
で、これもちょっとした階層ね。多分これマップに載ってないよね。あれですね。そっかそっか。こういったイベントがあるんだ。で、まずこっち。今回そうね。この100メーター先、そっち行って、で、次のメインミッションか。そこ行って終わりかな。そこに、あれなんだあれ。敵なのかな。ちょっと待ってな。これは馬じゃ無理だな。あれ何？敵なの？いや、あれか。なんだっけ。矢の道場？そう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 。もし腕に覚えがあるならば、こっちへ来い。弓の修練。戦いたいのか。さあどうかな。あんたは猛虎の敵か味方か。敵だ。それだけ知れば十分。侍がまた来た時のために修練場を作ったんだ。来たのは猛虎だったかな。稽古していくか。全ての灯籠を素早く射抜くだけだ。馬上から幾人もいてきた。灯籠など造さないな。当てりゃいいだけじゃない。速さも肝なんだ。いつでも弓を取れ。これせっかくなんでね、やってみようか。いけるか。7秒。あ、くそ。で、今の多分銀メダル。集中の5分、集中の制限時間が伸びる。もしかしてこれ使ってやるとか。悪くはねえが、よくもねえな。今の16秒。え、何、倍速でやれって。そうだな、的を侍だと思え。これそうね、多分何らかのモンドっていうかな、あれが必要だな。矢を引き絞る速度っていうのはどうしても足りない。普通にやったんじゃ多分ノーマルではほぼ無理じゃない。7秒。ちょっと待って、聞いたわ。よし、2人やって、こっからこっち。今回そうね、最後にそこ行って終わりにしよう。で、これも拠点ね。これも一旦スルーしておきます。多分これ拠点1個潰すのも15分ぐらいかな。10分15分とか普通にかかるもんで。ここら辺ですね。槍川の陣。天蔵。まさか来るとはな。何があった？ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らないやつだろう。構わん。クワをくれ。好きにしな。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか。うん、さてね、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間のもとへ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。でも幻覚バリバリ見えてたけど、大事ないか。そうか、まあ、ジンさんがそう言うんだったらそうなんでしょう。じゃあそうですね、すいません、今回も時間の切りがちょうどいいんで一旦これ終わりにして、で、次回ですね、この次のメインクエスト、これを攻略していきましょう。はい、
よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ゴーストオブツシマ、ディレクターズカットでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。